SSK Radio Broadcasting Station 10th Anniversary SSK Radio Hip Hop Japan Doors。 続いては今月からスタートの新コーナーです。久保田玲奈の北海道はでっかいどいや、ずいぶんなんかノリノリですね。いやいやいや、秋の新企画、ちょっと私ちょっと素晴らしい方連れてきましたんで。え、久保田玲奈さん、久保っち、久保っち、久保っち、レナちゃん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 、いや、それ俺が企画立ち上げたはずなんだけど。いやいやいや、私江戸川の、江戸川の、江戸川の企画、江戸川の企画で、ちょっとぜひ聞いていただきたい。これはね、もうね、絶対聞きなさい。久保っちどんな人？久保っち？もうね、なんだろう、すごい人。あってきたけど。ざっくりしてるな。職権乱用であってきたけど。すごい人だから。もうちょっとなんか細かいのないの？すごい人だから。すごい人だそうです。すごい久保田玲奈の北海道はでっかいど、どうぞ。 SSK Radio Broadcasting Station Presents Rina Kubota Hokkaido La Dekado。 はい、皆さんはじめまして、久保田玲奈です。すごいね、すごいすごいとたくさん言われてたんですけど、そんなにすごくもないんですけれども、くぼっちって呼ばれたのはちょっと初めてだったんでね、なんかちょっとドキドキしちゃったんですけど、はい、ちょっとね、仕切り直していきたいと思います。今回より私が新しくこのコーナーを担当させていただくことになりました。タイトルなんですけれども、北海道がね大好きで、ぜひ北海道というのを入れたいなっていうふうに思ってて、こう考えた時にパッと浮かんだのをそのまま採用させていただいたんですけれども、初タイトルコールいきたいと思います。題して、久保田玲奈の北海道はでっかいど。北海道はでっかいど、サポーティッドバイサウンドキープレコード。というわけでですね、初タイトルコールいたしました。改めましてご挨拶いたします。北海道札幌市出身で、主にソロシンガーとして現在活動を行っている21歳の久保田玲奈です。この北海道はでっかいどの中ではですね、私の身の回りに起こった面白い話だったり、北海道大好きな私の視点で見た北海道の魅力をね、少しでも皆さんにビシビシと伝えていけたらいいなって思っております。今回は初回ということでね、私のことを少しでも知ってもらいたいなと思って、実は今日はオリジナルの曲をね持ってきました。この曲は作詞作曲が春日正代さんという方で、編曲がスタジオオニオンの渡辺さんという方に お願いして、2年前私がまだ19歳だった時に作った曲となっております。で、実はこの曲は北海道のある都市が舞台となっている曲なんですけれども、一体どこだろうと聞きながら模索してね、どこだろうって考えながらね、聞いていただけたら面白いのかなって思います。それでは聞いてください。海へ。よく晴れたお天気だ、おしゃれして出かけよう、幸せは時々
はい、どうもありがとうございました。なんだか2年前ということで、心なしか声までバカ聞こえるのは私だけでしょうか。この曲の舞台となっている都市が分かった方いらっしゃいますでしょうかね。多分分からないけど、私の予想ではいないなっていう気がするんですけれども、正解は小樽市です。歌詞の中に333個目のガラスが光る街へというところがあるんですけれども、実は小樽駅のホームやホールなどにですね、ガラスがのランプがですね随所にあるんですけど、すべて小樽の北市ガラスさんが作ったものでですね、実はその総数が333個ということで、というわけで小樽市の、ね、曲ということになるんですけれども、分かった方は相当小樽通ということになります。どうでしたでしょうか。この曲は PV も実は撮らせていただいたんですけれども、実際に小樽駅周辺というか小樽で撮影して、 YouTube でね久保田玲奈と検索していただけると出てくると思うので、ぜひちょっとでも気になった方はね、今日聞いた豆知識も踏まえて聞いていただけると嬉しいなと思っております。久保田玲奈の北海道はでっかいどう。この後はですね、企画コーナーをしたいと思うんですけれども、今月はこのコーナーではですね、北海道の一応調理師免許を持っている少し下の肥えた私がおすすめのレストランや飲食店をねビシビシと紹介していこうと思っております。はい、なんかこの企画のコーナーのタイトルを言いたいと思います。題してビストロレナッチということで、これはねつけていただいたネーミングなんですけど、非常にセンスがないなって思っております。失礼ながら。そんな感じでこの企画のコーナーはこのビストロレナッチという中途半端なタイトルに決定しましたので、今後よろしくお願いいたします。はい、今回はなんとですね、前にも以前ツイッターで紹介したことがあるんですけれども、市営地下鉄の南北線の麻布駅にあるお店なんですけれども、今回はスティックダイニングというお店を紹介したいなと思います。このスティックダイニングというお店はですね、焼き鳥が主なメニューとなっているんですけれども、私のおすすめはマスターの焼く焼き鳥はもちろんのこと、ママの作るね一品料理がとっても美味しくて本当に好きなんですけれども、絶対行ったら食べるのはですね、土手煮ともつ煮ですね。本当にお袋の味っていう感じなんですけど、もう心も体も温まる、これから寒い時期となってくるので、ぜひね行って煮物とかを食べて、なんかちょっと寂しくなってくる季節だと思うのでね、心まで温まってもらえたらいいなって思っております。ぜひ麻布駅から徒歩5分ぐらいの距離で結構すぐ行けちゃうので、ぜひそちら側に行った際はもうぜひ行ってみてほしいなって思っております。はい、という感じでね、こんな感じで次回も私の行きつけを教えていきたいなと思っておるいるんですけれども、そろそろ時間が刻一刻とね迫ってきているので、番組ホームページにね実はお便りなどを送れるボタンがあるので、そこから私へのメッセージだったり質問もね随時受け付けておりますので、こちらがたまり次第企画コーナーにて質問に答える回とかも作っていけたらいいなと思ってますので、そっちの方もよろしくお願いします。あ、私お寿司がめっちゃ好きです。ネタですか、アワビ。久保田玲奈の北海道はでっかい道。記念すべき第1回目をね聞いてくださりありがとうございます。この後メインの2人にまた戻っちゃうんですけど、これからねこの番組通してね仲良くなっていきたいなって思ってるので、ちょっと最後に質問を振って終わりにしようと思ってます。リスナーの方は2人のことをね私よりもずっと知ってると思うんですけれども、私含めて今回初めて聞くよっていう方もいらっしゃると思うので、ちょっとね質問して2人の内部事情をあらわにしていきたいなと思っております。それでは今回は何を質問するかというと、
お二人にしたい質問はですね、私からの質問は、二人のフェチを教えていただきたいなと思っております。それでは勢いよくね、答えていただきたいと思います。多分本当に面白くて、皆さんもねワクワクしちゃうような回答が返ってくると思うのでね、期待していきたいと思います。それでは最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。久保田瑠奈の北海道はでっかい道でした。ありがとうございます。せーの、足違ったか。違ったか。はい、足、うん、細すぎずね。おう、な足が好きです。細いのダメなんですよ。太すぎず。そう、太すぎてもダメだけどね。おう、うん、絶妙なバランス、絶妙なバランスが好きですよ。ねえ、目、目、目ですか。いや、あのね、なんだろう、涙袋が好きなの、うん、ああ、それは分かる、それは分かる。っていうか今ちょっといろいろ考えてと思ったのが、うん、意外と、うん、女の子の化粧した目が好きなのかも。化粧した目か。すっぴんダメ。いや、でさっきちょっとちらっと喋ってたじゃん、うん、ギャップ好きかも俺、化粧する前と後の。そう、 なんかそういう気してきて、うん、なんだろうね、あの化粧する前ちょっとおっとりしてるのに、化粧してちょっとなんだろう、凛とするっていうかさ、うん、シャキッとじゃないけど、なんだろう、きつくなるじゃないけどさ、かっこよくなるみたいなさ。なるほどなるほど。女性の皆さん、これある意味朗報ですよ。どうなの、うん、そういうの嫌だ、化粧してる方がとか、そういうの。いやいや、それはそれでいいと思いますよ。彼女だったらいいけどね。でも普通の女の子のバカみたいに変わってたらとはなるけどね。俺結構バカみたいに変わってるの好きかも。ああ、そうですか。うん、いやー、そこも逆だな。まあ、ということです。久保田さん、どう、大丈夫、これでこれでいいのかな。大丈夫でしょう、大丈夫でしょう。ということで、来週スターダストナイトも久保田さん登場します。はい、ぜひお楽しみに。はい。